じゃあまずですね、登山って、一番困るのが遭難するっていうことなんですけど、遭難っていうのは、自分で、計画通りにその下山ができないとか、自力で下山ができなくて誰かの助けが必要になったりとかですね、っていうような状況を遭難っていうんですけども、その遭難っていうのは漠然とこう遭難はしたくないなっていうものがあっても、漠然としているとなかなかこうどうやって対策を取っているのか、どういう準備をしているのかっていうのは分からないので、ちょっとここでですね、遭難っていうものを、まとめてみたいと思います。で、いろんな原因っていうのがあって、体調を崩すとか、道が分からないとか、あとは、怪我をしたりとかですね、いろんな遭難原因というのがあるんですけども、まずその原因と思われるもの、ショックあたりでも何でもいいんですけど、虫に刺されたと思うんですけど、そういうそれで自力でこう下山ができない、人の助けが必要になるっていう状況で考えられるものをですね、まずここにこの最初の真ん中あたり の例っていう、計画が悪いと書いてあるところに考えられるものをですね、ちょっと書いていっていただきたいです。5分ぐらいで思い当たるものを全て書いていっていただいて、でそれをですね、3つに分類したいと思いますので、まずは書いていってもらっていいですか。あと、例えば動物によるこう噛まれるとか、あと、クマさんとか、あと昆虫ですよね、カチとか虫とか、毒虫とか、あと植物とか、植物っていうのも、毒キノコ食べてしまうそういうのたまにあります。あとは転倒に、転落、落石は落石はどっちだ、転倒、転落、脱落、細かいのはね、いろいろあると思うんですけど、大きくこんな感じですか。体力とか体調とか、体調とかで大体、低体温症とかいろいろあるんですけど、寒いとか、風とか、健康系なんていうのそういう原因ですけど、一応ですね、今ここに3つに分けてみたんですが、道迷いあとこの、いろいろ用意しておくと、あと転倒転落とか滑落っていうのが大きく分けてこの3つに分かれて、これのですね、この3つの、大きな要素というか、例えば道に迷うということが、もうこの決定的にこの道に迷ったっていう状況、こういう状況に至ってしまったことによって道に迷うっていう、これさえ、この状況さえ起きなければ道に迷わないんですけど、ここにこれをですね、これさえできれば道に迷わない方法で、これは、この全てのを含めて、これが山でこれさえできれば困らない、こうならないで、次これ転倒とか転落とか滑落なんですけど、まず、転倒、まずは転倒から入るんですけど、転倒してしまうと、でその転倒してしまったところが、たまたま高いところから低いところに落っこちてしまうのが転落になります。
で、その転落が、連続して起こるのは滑落っていうことになるんですけど、まずは転倒。これは岩に、岩にこうへばりついてて、スポッと抜けてこう、こっちのほうが転倒から入ってすぐに転落になって、で、それが運が悪いと滑落になるんですよ。というようなことなんですけど、まずその転倒から始まる、まあ、転落とか滑落っていうものは、こう何が原因で、こうなってしまうのか。これさえできてれば別に転倒することになる。っていう3つをちょっと考えていただきたいですよ、順番に。この3つのことさえできれば山では困らないという、まあ、集約するとね、この3つのことを全てこう判断でもそうなんですけど、持っていく装備を考えるときもそうなんですけど、計画を立てるときもそうなんですけど、何から判断をしなきゃいけないときに、この3つのことができるかどうかっていうのが、基準になって考えれば、その対応の仕方とかが分かってくると。どこどこの山に行くんだけど、ここで道を迷わないためにはどうするかな。ちょっとその道を迷うっていうこと自体が何がするのか。例えば行ったことないところで地図もコンパスも持たなくても道に迷わない人は迷わないんですよ、うん、もう自分の庭みたいな裏山で、もう全然この地形のことはもう子供の頃から遊んでるような山でも迷う人は迷ってしまう。なんか山菜採りとかして道に迷ったりとかあるんですけど、まあ、普段慣れてるようなところで道に迷うし、全然知らない山に行っても迷わない人は迷う。だから地図とかそのコンパスとかが原因では、地図のコンパス持ってないけど道に迷う。それは何か、何ができているから迷わないか、何ができていないから迷うか。まずここからです。これはもうでも言葉をただ入れていくだけで皆さんも認識をされていると思うんですけど、道に迷うっていうと、私は今迷いましたっていう現実を。